じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、いよいよ最終回です来たな来ました、はい、毎月やっていた月間順位予想、はい、いよいよオーラス最後となりました、ね、はい、はい、もう今日はゆたかさんに最後いわゆるセリーグの順位最終的な、はい、そしてパリーグの順位、はい、予想していただきます、はい、だからどこが、ね、制するのかっていうのが分かるということですよね、はい、で日本一予想はまた改めてこれは10月に取るということで、はい、毎月やっていた月間予想は一旦ここで最終回を迎えるわけですけれども、はい、まずは豊さんが7月末8月末はこうなっているよというような予想をしたところのおさらいから入っていきます、はいはい、9月4日現在なんですけれども、順位はセリーグはカープ、巨人、阪神、DeNA、中日、ヤクルト、はい、でパリーグはソフトバンク、日本ハム、ロッテ、楽天、オリックス、西武、この順位です、はい、豊さんは先月セリーグはこの時期こうなっていると予想したのはまず1位巨人、はい、2位阪神、はい、3位カープ、はい、そして4位 DeNA、 5位中日、6位ヤクルトということで、はいはい、巨人、阪神、広島こういった順位にしていたんですね、はい、そうだな。これまずやっぱりその巨人がトップを走っているんじゃないかということで、はい、まあ、今カープと 0.5 ゲーム差なのでそう変わりはないんですけど、でも2位に阪神にしてたんですね、うん、山崎よりはもうちょっと勝つかなっていうのと、はい、あったんだよね。ちょっとここ数試合失点だったり、まあ、調子がっていう、だから火曜日頭で行ってんだけど、はい、頭取れないんだよ、はい、巨人が、うん、でこの前取ったんだけど久しぶりに、はい、まあ、だけどまた落としたというね。そうでしたね、うん、まあ、だからそこがやっぱあまりうまくいってないよな、うん、うまくいってるというんだったら、まあ、菅野がうまくいってるし、はい、まあ、井上がね、うん、勝ってるし成長してますよね、うん、でグリフィンもいいピッチングするけど勝ち星がまた遠のいてるとか、うん、はい、まあ、でもこの前は勝ったとか、うん、だからあれだけのピッチングしてたら勝たなきゃいけないんだけども、はい、なかなかやっぱこう打線が追いついてこなかったりとかね、うんうんうん、まあ、いろいろちぐはぐさあったよね。ありましたね。で、まあ、広島の場合は、うん、3位にしてたの、うん、そうだね。いや実にうまくいったというか、はい、投手陣がいいな、この夏場、まあ、打ち合いになる、はい、で広島はちょっとなかなか打てない、うん、でもその中で末金が帰ってきたとか、うん、いい方には転がったんだけども、はい、ピッチャーがやっぱりよく頑張ったよね、この夏は。崩れなかったですね、うん、崩れなかった。そうですね、うん、まあ、それが嬉しい誤算というか。いや、もちろんもちろん、ね、もうちょっとやっぱ打ち合いになってきて、うん、だから打ち合いになってくると広島は打線的にちょっと弱いかなと思って下げたんだけど、うん、やっぱ意外とピッチャーが頑張ってくれて、うん、はい、こう打撃戦にはしなかったというね。ですよね、うん、それプラスアルファ矢野選手が本当にこの覚醒したな。覚醒しましたよね、良くなったね、うん、そういうのもあるのかなと思います、うん、で阪神現状3位なんですけれども、豊さんは阪神2位につけてたんですね。そうだな、うん、思ったよりこれがダメだったっていうのはどこだったんですかね。いや、乗っていけそうだけど乗りが悪いとかさ、得点圏1位から4位が阪神、ね、森下、佐藤輝、はい、大山、うん、近本、はい、が占めてるのになかなか点にならないとかさ、うん、だから、まあ、ここら辺のちぐはぐさっていうのがすごくあったし、はい、あとやっぱ守備の破綻っていうのもね、はい、大きいですね、大きかったなと思って、うん、だから、まあ、阪神はちょっと意外だったなですね。あと桐敷投手、まあ、特に石井投手がやっぱり打たれてっていうところは、はい、まあ、あるし、まあ、それはやっぱり疲労感は来てると思うけどね。そうですよね、あとは頑張りだよな、あとな。そうですよね、はい、投手防御率阪神8月が 3.56 なので、やっぱりちょっと中継ぎ含めて救援陣を上げてしまったのかな、この数字をっていうところですかね。まあ、そうだな、うん、そうだから勝っててもね、終盤後ろで落としてしまうっていうゲームもありましたよね。まあ、でももうちょっと打てるかなと思うのがピタッと止まったり、打ち出したらとことん打つんだけど、だからこの波がなんかこうもう少し続いて、まあ例えば極端に言うと1週間しか続かない、普通だったらこの状態だったら2週間続くのになっていうのがなんか半分になってみたりだとか、まあ、してるから調子がいいのか悪いのかわからんなっていうような
ただ阪神はこれから甲子園を使い出すから、はい、甲子園での戦い方っていうのは熟知してるよね、うん、でみんなも分かってるし、うん、だからこっからかなっていうような気がするんだよ、ね、なるほど。であと4位5位6位 DeNA 中日ヤクルトというのはこのままの順位でしたけれども、4位の DeNA が今阪神と 1.5 ゲーム差なんですけども、はい、ここまで縮めるっていうのは豊さんどうでしたか。まあでも打てるからなここはな、はい、ただこっからは投手力の差になってくると思うから、うん、9月1ヶ月は、うん、まあそれでもやっぱりバッターは優秀だからなあそこは、はい、だから打っていくとは思うけども、うん、うん、あとはやっぱ中継ぎ、うんうんうん、まあここら辺がどう機能していくのか、はい、まあここら辺だな、うんうん、力はあるよやっぱ力はあるある、うん。で5位中日ヤクルト、ここは、うん、そのままやっぱり順位となってしまいましたね。まあそうだな、うん、ただなんか良かった兆しとかってありますか中日。いや中日はやっぱ点が取れるようになってきてるよコンスタントに、うんうん、だからあとはやりくりだな、やりくり、うん、ヤクルトに関しては、まあ、ヤクルトの場合はやっぱりピッチャー厳しいわ引き続きですね。だって抑えが出てきてスリーラン打たれるとかさ、この前の試合そうですね巨人、まあね、うん、やっぱもうそこら辺が苦しいとさちょっとしらけるよね、はい、ですよね。なあ、うん、あとはやっぱり、まあ、山田もやっぱ調子が上がってきたかなと思ったらやっぱ体の具合とかね、で村上がなんかこう乗れないな上昇気流に今シーズンもそうですね。だからまあそこら辺がやっぱりすっきりしないというか、はい、打線ではね。そうです、ね。長岡とか、うん、両外国人、はい、まあ、ここら辺はよく頑張ってるんだけどさ、うん、やっぱ村上もね、あこれでいけるかなと思ったらまた行かないしさ、そうだからなかなかやっぱ今年は調子が上がってこないな。ですよね。うん、さあ最終的な順位予想は最後に持ってくるとして、はい、パリーグです。もうパリーグね、はいはい、パリーグは豊さんは、ソフトバンク、まあ、ここは変わらず、はい、そしてロッテ、日本ハム、楽天、オリックス、西武という予想をしていました、はい、でここはもうロッテと日本ハムが、まあ、違ったというところだけになるんですけれども、うん、はい、これ豊さんロッテを2位予想にしてたのは、いややっぱり、非常に打線がつながってたんだけども、うん、岡がいなくなって、うん、そこですよね。ちょっと変わったな。で高めの状態もあんまり良くないし、はい、まあ、そうなってくると打てなくなったという、うん、打てなくなって投手陣が打たれ出すと、はい、いうことになったらいいことないよね、うん、まあ、下がりますよね必然的に、自然的にな、うん、まあ、そうなってくると、はい、やっぱり日本ハムの方は打つことに関してはあんまり心配なかったという、はい、まあ、心配だったのは守備と、うん、まあ、中継ぎ、はい、まあ、ここら辺がどうなのかなっていうような、うん、まあ、心配があったけども、やっぱこう日本ハムの場合は清宮の存在が大きいし、はい、まあ、レイエスとね、レイエスがね8月そうでしたね、はい、でロッテはやっぱ岡の離脱っていうのが痛かったな。そうですね、ここまで響くとはっていうところでしたね、うん、やっぱり、うん、でロッテに関しては8月打率が2割2分くりん、はい、で平均得点も 2.52 と、うん、3点以上取れてなかったっていう、まあ、そうだな、それは苦しいよな、うん、はい、なのでちょっとねその分ロッテと日本ハムが、日本ハムが突き放す感じで走っていっちゃった8月だったのかなっていうふうにもなりますしね、はい、一方日本ハムはやっぱりその8月豊さんおっしゃってたように清宮レイエスっていうふうにその2人がやっぱりボン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 打ってたっていうのは大きいですね。大きいな、うん、まあ、レイエスはねやっぱりチームの雰囲気だとか、はい、まあ、そういうのを変えられるだけの力あるし、うん、まあ、清宮っていうのはやっぱ覚醒してるよ、はい、もうそんなに大きくは崩れないと思う、うん、もうなんかね打ち方をもう分かったみたいな、はい、こう形にピチャッとはまったっていうような、うん、まあ、感じのバッティングを見せてくれてるから、まあ、これからもどんどん打っていくと思うしね、うん、だからこの2人っていうのはいいんだけども、うん、まあ、1人心配なのが万波な、うん、まあ、万波がやっぱり状態はあんまり良くない、はい、うん、でスタメンに名前がないとバーの肩っていう脅威が使えないという、はい、万波がいるだけで1・3塁作りにくいからね他の球団は。そうですよね、うん、いやだから万波に状態を上げてもらわないとやっぱり日本ハムっていうのはやっぱ困ると。そうですよね、ね、
まあ、そういうことになってくるよね、はい、あとはやっぱりその清宮選手とかレイエス選手みたいにその大きい長打期待できる選手もいれば、やっぱ浅間選手のように非常に細かく野球ができる選手もいたりとか、なんかそういうこううまい具合にいろんないいものが噛み合ってっていうのも、まあ、そうだね、まあ、日本ハムの場合は、まあ、現在の地位を守ろうとしたら、はい、もう守備だけだな、守備だけ、うん、守備の破綻からやっぱ失点すると、はい、なんかブレーキがかかるというかさ、はい、勢いに、うん、いやだから守備だけやっぱりちょっと気をつけとかないと、はい、まあ、いかんなっていうふうには思うよね。なるほど。あとまあそのままね、ソフトバンクはまあ今マジック15が出ていて日本ハムに10ゲーム差つけてるんですけれども、この8月ソフトバンクっていうのはどうですか。まあもう馬なりでいいんじゃない、うん、適当にやっとけばまあまあね、まあ、その中で小久保監督がやっぱ若手を使ったり、うん、育成の選手を積極的に使ってみたりだとか、はい、まあ、しながらやっぱこう成長させてきてるという、うん、で経験もさせてきてるということから考えると、はい、まあ、盤石な1位だよね。やっぱ試合もすごくやっぱ小久保監督成長させてるなっていうのは、あのモイネル選手が非常に打たれて早々に降板した試合でも、例えば木村投手という新しい投手を抜擢して成長させるというか、まあね、この位置にいながらも今日負けるかもと思うとそういう大胆にもできるっていうのはやっぱり強みなのかなっていうのも思ったり、まあ、野手でもそうだけどな、うん、石塚とか出てきてるしね、はい、うん、順調に来てると思う。ですよね、このぐらいゲーム差があるとそういう風 なんか余裕というか、まあ、できるよな、できますよね。なんかさらに駒が増えていくのかなという戦い方してるなと思ったんですけど、あとはまあ4位が楽天、ただその楽天もちょっとね、はい、あの A クラス入りに向けて差を縮めてきた8月でもあったんですけれども、そうやな、ちょっと波があるなチームに、はい、オリックスに3立て食らったって痛いよ。まあそうでありました、ね、上見てたのに下に引っ張られたっていうさ、うん、そしたら、え、いつの間にここにいるのみたいな、はい、いやいや、君たちが負けたからだよ。そうで、そうか、そうか、まあそんな感じだけどな、だから、まあ、難しいな、ピッチャーがいないな。そうですね、あの庄司投手がもうね、クリーニング手術のため、うん、まあ、離脱っていうふうにもなっちゃいましたし、まあ、もう実質早川ぐらいしかいないからね、うん、岸も大きく負け越してるしさ、はい、うちは投げてみなきゃね、まだ分からないっていうところもあるし、うんうんうん、やっぱ苦しいっちゃ苦しいよ。一方、まあ、オリックス、西武、オリックスは8月どうでしたか。もう残り試合だな、これは、うんうん、それでも厳しいと思うけどな、 A クラスっていうのは。確かに、ただその8月後半から9月頭にかけてちょっと強い、いや、そうだ、兆しを見せるんだよ、うん、そうなんですね、いやだけどすぐ落ちるんだよ。それが今年のオリックス、今年なんだよ。ああ、そうか、続かないんだよ、はい、で頓宮打った、杉本打ったみたいな、うん、あの2人が打つと強いんだけどさ、はい、あれ今日は打ってないみたいな、うん、そしたら負けたみたいな、はい、やっぱこう森とか西川とかね、太田とか、はい、まあ、よく頑張ってるんだけども、もう一つ欲しいよな。欲しいです。あとなんかもうぶっちぎりの点差で勝つっていうのがあんまりさ、ここ最近ないという。まあでもオリックスはそういうチームだよ。やっぱ投手力のチームだから、まあ、だからそんなぶっちぎって勝つっていうことはないよ。点差でってことはない。いつの間にか、あ、勝ってるとか、うん、いつの間にか、あ、俺たち負けちゃったんだオリックスにっていう、そういう不思議なチームなんだよ。うん、なるほど、うん、だから不思議さが出てないな、うん、そしてまあ6位にしてた西武はそのまま6位というところで、うん、まあ、戦う姿勢とかね、うん、まあ、そういうのは見せてくれてるけども、はい、やっぱまだまだだな、うん。さあ、それでは、はい、セパともに今シーズンの順位最終予想を豊さんにしていただきたいと思います、はい、これが今シーズンのセリーグパリーグの最終的な順位予想ということになりますね。じゃあまずセリーグから、まあ、6位からヤクルト。6位、そうですね、ヤクルトな、いや、もうちょっと、そうですね、あそこはそうなのか、ちょっと1個でも開けられるだけではやっぱりないんですね。ちょっとやっぱ厳しいなと思うな、はい、6位がヤクルト、はい、5位は中日、5位は中日、うん、ここは4位とか A クラスっていうのはもう厳しいと。でもチャンスは十分にあったけどな、うん、あ、だけどちょっとうまくいかなかった部分が多かったな、うん、まあ、今年ね、あの最初は出だし単独首位なんていうのもありましたけど ね。さあここからです。はい、まあ、4位、 A クラスにギリギリ届かなかったチームは。そうだな、はい、DeNA。 DeNA か、いや、これこの勢いで A クラス行くんじゃないか、最終的にって思ってるファン多いと思うんですけど、これは日程的に崩れたかな。日程的にあのまま台風なくて、はい、一気に中日に乗り込んでやりたかったよね。あ、
3戦だからといって6日間ゲームができなかったけども、うん、状態を崩したかというと疲れが取れていい状態になってきてるけども、うんはい、やっぱここからの過密日程と、うん、やっぱ守備力だよね引っかかるのが、はい、そうだなあとはピッチャー東で勝って次は東で勝ったみたいな、いや東だらけだったらいいけどみんなねこれ一人しかいないからなそうなんですよね、だから他のピッチャーがどうかっていうのがね、うんうん、ちょっと心もとないなという、そうか、だからその台風中止になってしまった分の後半にしわ寄せくる過密日程連戦で、ちょっと本当はね、うん、東行って、うん、ね、はい、でなんか飛び飛びの日程で、うん、ジャクソンかなんか行って、はい、でまた東行って、うんうんうん、そうやりたかったんだけどちょっと過密日程で東をどんどん投入できなくなったよね、はい、だからまあここら辺がちょっと DeNA にとっては痛いのかなっていうのが、でもそれをカバーするだけの打線っていうのもそこまでは最終的に追いつかないかなっていう感じですかね。そうだな、ここからやっぱピッチャーは息を吹き返してくるしな、うん、あ相手も、うん、だから本当は勝たなきゃいけないけどね、うん、あの戦力だと、はい、あだけどまあしょうがないな、これは4位という予想です、はい、さあここからは A クラス、はい、まあ、もう A クラスは豊さんの中で予想は、カープと巨人と阪神となってくるわけですが、はい、3位になるのはどこのチームでしょう。3位は巨人、3位巨人、うん、おこれはやっぱ博打に出るよね、はい、菅野と戸郷で中4行きますね、中4行くよね、はい、去年もね原監督が中4とか行って、うん、やっぱうまくいかなかったんだよね、はい、戸郷も、うん、まあ、ノーヒットノーランとかはあったけども、うん、全体的な状態っていうのはあんまり良くないと思うんだよ、うん、後半来てちょっとそうなりますね、うん、だからこれを多く回すっていうのはちょっと不安だな、うん、そうか、それと、はい、菅野がやっぱ中6とか中5ぐらいで良かったのに、これ中4で回されるとやっぱ年齢的にもきついと思うんだよ、はい、だからここでいいピッチングができるかどうか、うん、それが失敗するんじゃないかっていうことでの3位ですよね。だからまあ実質頭の中では2人、うん、この2人は絶対勝たなきゃいけないということで回すんでしょ、はい、あとグリフィンと、グリフィン、はい、井上と山崎と、はい、この辺がどういうふうなピッチングを見せてくれるかだよな。そうですよね、そうか、なので3位、これ打線は調子はこのままいいままいくけれどもっていうことですかね。まあ、浅野選手、しっかりモンテス選手、今活躍してますけど、この2名の選手も8月打線はうまくいったと思う。いや、そうでもなかったなと思う。印象はうまくいったんじゃないかなって。そうだ、やっぱね、俺は9月はちょっと落ちそうな気がする。その分、うん、おー、そうか、そうそうそう、特にやっぱ浅野選手だったりとか。そうだな、ただ浅野はやっぱ弱点攻められてくるよ、今度から。9月はあ、もう分かってくるわけですね、立ち入るのが。まあそうだね、うん、まあ、そうなってくると厳しいかな、ちょっと厳しいかな。なるほど、分かりました。残すはカープと阪神、どちらが優勝するのか、では同時に発表お願いします。優勝は阪神。おお優勝阪神、そして2位がカープと、はい、これはまず両方聞いていきましょう。これは阪神が優勝、阪神は俺もう春先当初から阪神が優勝するって今年は、はい、おっしゃってましたね。おっしゃってたでしょ、はい、それはやっぱ変えられない。ちょっと待って待って待ってください。ゲーム差が今現在カープとは 4.5 あるんですよ、うん、そうだね、はい、で阪神は8月うまくいったか、いってないですね。で我が家に帰ってやっと俺ね歯車が合ってくると思う、うん、でやっと火がついてくると、はい、これは投打ともにってことですか。それまでねもや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 しながらやってきたけども、はい、9月はなんか透明感がある、うん、そんな感じがする、はい、そしたらなんかこう乗っていけるかなという、うんうん、で広島は逆に8月ってすごくうまくいきすぎた。よかったですね、うん、そしたらやっぱねどっかに幸せが来るもんなんだよ。そうなんですね、うん、いやだから俺は広島が阪神に刺されるかなっていうふうには思って、うん、でいわゆるもう本当の最後の最後まで分からなくて刺されるっていうことに、まあ、そうだな、なるんですね。はあ、はあ、そういうことか、うん、阪神は9月の10日から9月の16まではホーム7連戦っていうので、うん、このホーム7連戦っていうのは阪神にとってはここはもう嬉しい、プラスだよ、プラス
なのか、うん、そうなのか。やっぱ甲子園っていうのはやっぱ独特な、うん、やっぱ雰囲気あるし、はい、やっぱホームの利っていうのは必ずある、はい、だからまあそこら辺利点をうまく生かしていくんじゃないかっていう。なるほどな。しかし、うん、高橋宏斗と春人が投げ合った試合、はい、これ中日が勝ってたら俺阪神は1位にしなかったと思う。え、あの試合があったからなんですか。このピッチャーに対してどう攻めていくかっていうのが、うん、一つの見方としてはポイントだったんだよね、はい、あ、これは大丈夫だと思った、うん、それはあれ以上のピッチャーはセリグにいないから今。そうですね、うん、そしたらある程度は勝負になっていく、はい、で、やっと村上が勝てるようになると思う、9月は。おー、そうなんですね。多分、うん、多分だよ。まあまあ、あとは予想なので。いや、それはそうだよね、うん、まあ、それと、まあ、大竹も、まあ、そこそこやる、才木、うんうん、は勝つ、はい、うん、春人はいい、西勇輝投手はもう西勇輝も当然、うん、いや、そしたら俺はひっくり返すような気がする。そうなんだ。ということは1個下がるということはカープは打線の勢い、投手陣の使い、投手陣はいいと思う。いい、うんうん、いいけどもやっぱ援護点がっていうところだよね。になるのか。まあね、いい選手、末金選手だったり小園選手、坂倉選手と矢野選手とか秋山選手、まあ、野間選手ちょっとお休みしながらですけど、それでもちょっと打撃がやっぱ落ちる。まあ阪神よりは、だって阪神の得点圏打率見てごらん。まあそうですね、トップ4ですよね。そうそう、こっからやっぱ勝負だから。そうか、そういった時に上位4人が阪神にいるんだよ、うん、はい、そりゃ心強いだろう。いや、どっちが打つかって聞かれたらどっちが打つって言うよ。まあ、だから得点圏打率のトップを見たらやっぱ阪神っていうふうにはなりますよね。そうなんでしょう。だからもうそこら辺を買ってるんだよ。佐藤輝明選手もこの9月っていうのはホームランだったりとか、いや、打ってくると。打ってきますか。あの選手は20本は平均的に打てる選手なんだよね、うんうんうん、で、今10号かなんかでしょ。15です、はい、うん、だからもう9月には量産するような、うん、そんな感じになってくるような気もする。そうなってもらわないと豊さんの予想を、ね、当てるためにも、うん、まあ、そうだな、そうなってほしいですよね。おお、そうか。豊さんは、まあ、セ・リーグの優勝は阪神、そしてカープ、巨人で DeNA、中日、ヤクルトと予想しました。ではパ・リーグいきましょう。パ・リーグもじゃ あの下からお願いします。下からも下は決まってるよな。そうですね、セーブ、セーブ、はい、さあ、はい、ここからです。で、オリックス。オリックスこのままですね、はい、楽天。楽天いけないかい、クラスに。いや無理か。やっぱ波がありすぎるな。それとやっぱピッチャーが足りない。先発ピッチャーが特に、はい、うん、だからちょっとやっぱこう苦しいかなと思う。そうか、わかりました。さあ、ここから、まあ、A クラス、まあ、優勝はソフトバンクだよ、うん、もうここはそうですね、はい、マジックも出てますし、2位3位になってくると、はい、やっぱ2位が日本ハム、うん、2位が日本ハム、はい、3位がロッテ。ロッテ、ここはロッテは追いつけなかったと、日本ハムにということですね。その日本ハムとロッテを比べたときに、圧倒的にやっぱり日本ハムの方が打撃力が上なんだよね、はい、バッティングがね、うん、で、守備力ということに関してもそんなに、まあ、変わらない、ロッテと日本ハム、うん、はい、で、抑えとか、うん、中継ぎとか、うんうん、まあ、そういうのは双璧だというふうに考えると、うん、やっぱ打てるんだけ日本ハムの方が、あとノリがいいよな。そうですね、乗っていけるっていう、うん、そう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 、うん、だからまあそこら辺で、まあ、日本ハムの方が有利かなというふうには思う、ね、なるほど。今現在日本ハムとロッテは 3.5 ゲーム差、うん、これはね、やっぱ厳しいと思うよ、なかなか。あ、そうですか、詰めていくのは、うん。あとちょっとさっきあの、まあ、楽天が多分いけないだろうと A クラスに、うん、で現在楽天ってロッテに 2.5 ゲーム差、一時期あった差を本当に詰めてきてるんですけれども、まあ、直接対決も結構あったりで、ここら辺一度ひっくり返ったりとかっていうのはありそうですか。いや、多分ないと思う。ない、一度もひっくり返らずにこのまま引く、うん、やっぱ佐々木朗希がやっぱ投げれるようになってるっていうのは大きいよな、ロッテは。材料か、あるな、はい、うん、楽天はやっぱこう、やっぱピッチャーが足りないな。ピッチャーなんですね、あの野手陣っていうよりかは、うん、まあ、そうか、まあ、野手陣はもうなんとかなる、うん、こう波があってもね、はい、だからやっぱ投手陣っていうのはな、なかなかこう厳しいものがあるなと思って、先発はね、特にね、はい、うん、だから早川ぐらいしかいないみたいな、
そういう状態になってるし、あの絶対的っていうものはそうですね。そう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 、そうか。というわけでね、セパ両方の今シーズンのリーグでの最終順位予想というものが出揃いました、はい、ぜひコメント欄に皆さんの最終順位予想を書いてほしいのと、プラスアルファもちろん日本シリーズの予想であったりとか、はい、クライマックスシリーズ予想であったりとか、まあ、あの予想おじさんなのでここ元祖何かにつけて予想します。まあ予想するけどさ、うん、あ、よかったとか言うなよコメントでね、本当だ、あの 裏ね裏でよかった、巨人が3位、よかった、うち1位になれる、チャンスがあるみたいなでも本当にあの9月、例えば誰かがね、いいですけれども故障してしまったりとか、ね、何が起こるか不測の事態ってわからないので、あくまで予想なので、ちょっと予想を皆さん楽しんで見ていただければなと思います。はい。